新キャプテンに井上めぐみ選手、チーム14人中10人が3年目までの選手と若いチームに代わり今シーズンに臨んだ BB ラビッツ。しかし32連敗白星なしのまま臨んだおとといの最終戦、山梨と対戦しました。試合前、井上選手はあと1試合なのでどうせなら笑って終わろうと声をかけてゲームに臨みました。序盤は井上選手が体を張ってチームを引っ張り、山沢のゴールなどで山梨をリードします。新人ながらチーム得点王の渡辺真中選手のゴールなどでなんとかリードしたまま前半を終了します。しかし後半に入ると勝負どころでミスも絡んで相手に連続得点を許し逆転されてしまいます。そして33連敗今シーズン1勝も挙げられないまま井上キャプテンの1年目は終わりました。